はい、皆さんこんにちは。今回は儀式ドラグマ使っていきたいと思います。まずはエクレシアちゃん召喚から、こちらの儀式魔法ドラグマータをサーチ。ドラグマータはですね、儀式召喚の素材をエクストラデッキから墓地に送ることができます。ただしレベルはぴったり。ということでこちらですね、ドラグマのアルバスナイト儀式召喚していきます。こちらはモンスターゾーンに存在する限り自分はエクストラデッキからモンスター特殊召喚できないというわけわかんない縛りがつきますけども、ドラグマを使うにあたってこの縛りはねあんまり関係ないかなと思います。まあ多少ちょっときつい時もあるけど、で相手が何かしらの効果を発動した時ですね、自分のエクストラデッキからモンスターを1体墓地に送る、さらに相手のエクストラデッキから確認してモンスターを1体墓地に送るとかいうね、結構強い効果を使えるんで、相手が何かしら動いたら相手の方を妨害していきましょうっていう感じですね。まあ妨害力としてはちょっと低めですけども、もちろんね送っていくモンスターは、QC ヌトスだったり、ウィンドペガサスアッティグニスターだったり、あの辺を送っていきましょうっていう感じですね。ということでエンドフェーズ。今儀式素材になった怪人竜バスタードの効果でエクレシアちゃんをサーチしていきます。まあ一旦これで増字1枚でアルバスナイトが1枚、そしてフルールドリスで1妨害ですね。で一旦転移の効果を発動されたんで着地時に増殖する G 投げていきます。で一応こいつが出るまで投げなかったのはサイフレームロードオメガじゃないわ、ガンマ来たら死んじゃうんでなので着地まで待ってます。で一旦ねこいつがリンク召喚するのを待って投げてもよかったんですけど、リンク召喚なりしてね、ただそれだったらちょっと嫌だったんでっていう感じですね。次こちらのマクシムストラグマのあたりから展開していきたいんでここで止めております。トップドローはなんとゴードン、かなり独走してますね。エクレシアちゃん召喚して、ドラグマパニシメントサーチしていきます。そしてゴードンを発動、デッキトップ10枚ドラして2枚ドローですね。まあ、召喚券切らなかったら、デクレアラディバイナー召喚できたんですけども、それはもう後の祭りということで、とりあえず、マクシムストラグマ特殊召喚していきましょう。で墓地に送るのがですね、今回はスカルナイト。スカルナイトは墓地から除外した相手フィールドのモンスターを1体破壊します。ヌトシと違ってね速攻性がないんで、自分のターンにはスカルナイトを落として発動していきたいですね。で他にスカルナイトの他に落としたのがウィンドペガサスアッティグニスター。こちらのカードが戦闘または相手の効果で破壊されると相手フィールドのカードを対象にとってデッキバウンスですね、かなり強いです。ということでスカルナイトの効果で点1枚取ります。でバトルフェーズですね、一旦3000ポイント与えていきましょう。伏せるカードはドラゴンパニシメント。まあ妨害としてはそこそこでしょうっていうことですけども、相手ねこちらのブリガンド落とした時から嫌な予感してたんですけど、アルバス入りの転移双剣ですね、なかなか鬱陶しい。まず一旦アルバスの楽園くんの効果で超融合をかましていきます。素材にするのは、マクシムストラグマ。結構ね戦ってて思うんですけど、こちらのアルバスナイトを軽視されてることが多くてなかなか通ります。一旦ヌトソウとして相手の、スプリントを破壊していきます。そして相手のエクストラデッキから墓地に送るのはフルールドバロネスで、アルバス君はターン1なんでこのターン特殊召喚されても、モンスター効果はもう使えませんと。でバックへの効果ですね、マジックカード1枚見せてトークン生成、そこに合わせて増殖する G 投げていきますけども、相手はですねトップでうらら引いてますね、これはかなり強い。でこのターンこうなるとねドラゴンパニッシュメントと、アルバスナイトの効果で妨害していくしかありません。こちらはヌトスを墓地に送りつつ中断を、破壊で昭恵を墓地に送っていきます。相手は、竜装権限から竜炎サーチですね双剣暗転切ってくれたのはでかいですね。またまたドラゴンパニッシュメントの効果発動、バスタード墓地に送ってチューナー墓地に送ります。でこのターンですねヌトスを送らなかったのは、先ほど相手のエクストラデッキは確認して、エクシーズ召喚そしてリンク召喚できないことは分かっているんでチューナーを取っています。でリンク召喚できるのはねこちらの天意の流線魚だけだったんですよ。で流線魚は別にこちらのフルールドリスで無効にできるんで、むしろこっちをリンク召喚してほしかったみたいなところありますね。こいつはコストで1枚墓地に送って発動なんで、これで実質相手の手札全部なくなるんでね。なので、あえて流線魚をリンク召喚できる体制には取らせております。ということで効果発動されたんで、フルールドリスを特殊召喚。他にドラゴンモンスターがいるんで、流線魚の効果は無効にしていきます。で、バトルフェーズ。エクレシアちゃん取られますけども、墓地のウィンドペガサスアッティグニスター。墓地から除外することによって流線魚をデッキバウンス。ということでこちらのターンですね。怪人竜バスタードの効果でエクレシアちゃんを特殊召喚してサーチしようとしたところで相手サレンダーですね。まあ、先行取ってれば別にこんな感じで転移双剣にも勝つことはできますっていう感じですね。それでは2戦目こちらの高校、相手は、エンディミオンですね。魔力統括発動されたんで鬱陶しいんでウララを投げていきます。統括は止めた方がいいですねただセフィラの信託もありましたね。セフィラの信託の効果で、ぶっ壊れたあいつの名前なんでしたっけ、忘れましたけど、あいつをサーチで、マジックビーストのキングジャッカルですね。こいつの名前は、セフィラトラグラマトンだ。グラマトンの効果で流星のセフィラ集合をエクストラデッキに墓地に送ります。でペンデルのスケール揃ったタイミングで増殖する G 投げていきましょう。でセフィラ集合の効果で、こちらもセフィラのぶっ壊れ魔法セフィラの真意ですね発動されていきます。で今サーチした、セフィラの聖戦ですね。こちらはペンデルのゾーンにセフィラカードが2枚存在する場合に、手札から発動できる、そして G
自分フィールドのセフィラカード1枚と相手フィールドのカードを対象として破壊するという効果ですね。なので一妨害かな。ということでこちらのターン、手札はそこそこなかなかいけるんじゃないでしょうか。一旦エクレシアちゃんを通常召喚、効果によってまたまたドラグマータをサーチ、そのままドラグマータを発動していきます。バスタードを墓地に送ることによって手札から儀式召喚、もちろん出すのはドラグマアルバスナイトですね。まあ、ここで聖戦を発動してくるかどうかっていう感じですね。で、聖戦何取るかなって思ったんですけど、なぜかエクレシアちゃん取るんですよね。分かり目が低いんでしょうか。セフィラ集合の効果で破壊されたんで、今度はセフィラの進撃ですね。何でも無効ですね、万能の。と、アルバスナイトの効果を発動。で、ですね、アルバスナイトの効果でヌトスを墓地に送って、相手ペンデュラムということで、エレクトラムを墓地に送っていきます。で、ヌトス効果、セフィラとラグラマトンを破壊しに行きますけども、こちらのセフィラのシーンね、一旦に一度っていうかね、効果で身代わりになるので、グラマトンは破壊できませんが、次のターン割っていきたいですね。一旦グラマトンの効果で、セフィラの、何でしたっけ、詐欺に利用されたセフィラビュートのパクリみたいなやつ。こいつね、一回詐欺があったんですよ。ビュートを3枚入りみたいなんで、セフィラビュートを送りつけると、バカみたいなね、転売屋みたいなやつがいて、そういう事件が昔ありましたね。なんですけども、とりあえずヌトスの効果でマジックビーストを破壊。で、相手はサイキックリフレクターですね。で召喚成功時ドラゴンパニッシュメントを打っていきましょう、そのままね。なんですけど、ここちょっと失敗で、このね、バスタービーストが出てから割ったらよかったかなっていうのは思います。ヒンテラあったんですよね。ヒンテラあるんならバスタービースト出てから割った方がよかったですね。なので、一旦サイキックリフレクターからバスタービーストを特殊召喚。そのままシンクロ召喚ですね。出てくるのはジャリウスエガイザーということで、これはあまり怖くありません。ジャリウスエガイザー効果を発動していきますけども、フルールドリッシュなんですね。エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいるね。手札から特殊召喚。さらにこいつ、こんな慣れで一応ドラグマモンスターなんで、相手フィールドのカードの効果を無効にしていきます。モンスター効果をね。で、バトルフェーズ、フルールドルシちゃんは取られていきますけども、とりあえず、アットイグニスターの効果で、鬱陶しいグラマタンをデッキバンス。さらに相手のメイン2ですね。効果が無効になっているモンスターがいるので、アヤメッチを特殊召喚していきます。アヤメッチをね、取られたくなかったんで、メイン2に発動していくっていう感じですね。で、こちらのターン。一旦打たせましょう。デクレアラーディバイナーの効果を発動。まあ、ディバイナー見えたらね、あっちの何でも向こう切らざるを得ないんで、打たせていきましょう。で、何でも向こう発動したということで、ドラグマアルバスナイトの効果ですね。こちらからはバスタード、そして相手のエクストラデッキから暴天候を墓地に送っていきます。んで、今ですね、相手と墓地、こちらの墓地にですね、エクストラデッキのモンスター、まあ、4体以上存在するんで、それら4枚を除外して、手札からこちら、テトラドラグマですね、特殊召喚していきます。で、テトラドラグマはですね、殴るときに、こいつ強制発動なんではありますけども、相手フィールドの攻撃表示モンスターをすべて破壊して、効果で破壊した融合シンクロエクシズリンクモンスターの数かける800ポイントバーンを与えるとかいう意味わかんない効果も持っています。一応800万。で、ガリウスガイザーの効果で、タツノオトシオヤですね。まあ、正直ね、流星のレベル1の、何でしたっけあいつ、名前が出てこない。リフンか。リフンとか出てくるかなと思ったけど、出てきませんでしたね。一旦、バスターンの効果で、エンドフェーズにエクレシアちゃんを特殊召喚して、フルールドリスをサーチ。まあ、これでね、もう一回、妨害を構えることができます。相手はテラフォーミングからセフィラの、何でもサーチですね。何でもサーチじゃない。モンスターサーチか。新宅ですね。によって、セフィラの、流星のあいつですね。放流星セフィラ収支と、セフィラ集合をペンデルマシュスケールにセッティング。で、効果発動したんで、一応また、アルバスナイト君の効果を発動して、今度は墓地から除外することによって、相手フィールドの魔法トラップカードを破壊できるマシン、スカルワゴンと、相手のエクストラデッキの表側表示でいるね、キングジャッカル墓地に送っていきます。まあ、一旦ね、暴天候を取ったり、エレクトリム取ったり、んで、他にもハリファイバーとか取ってるんで、まあ、こいつよりは、一旦こっちのマジックジャッカル取った方がいいかなっていう感じですね。他のエクストラデッキよりはね。セフィラシーゴ、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいるので、フルールドリッシャーの特殊召喚。相手の効果を無効にしていきます。といったところで相手サレンダーですね。まあ、かなりね、きつかったでしょうね。何やっても妨害されてたから、このデュエルはね、にちゃにちゃしながらね、やってました。続いては3戦目、こちらの高校ですね。相手は、マダンナ射手。で、こいつらかなりやばいんで、もう打てるときに妨害バンバン打っていきましょう。金剣を発動されたんで、一旦ウララを打っていきます。もうね、何かするたびにこいつらアド稼いでくるんで、もうこいつらがリクルートしようとしたら無限保有で止めて、金剣発動してサーチしようとしたら、ウララで止めてみたいな感じで、もう何もさせずに勝ちたいなっていう感じですけども、トップドロー、強欲で貪欲な層で解決していきます。で、デクレアラーディバイナーですね。まずはディバイナー効果発動していきますけども、そこは無限保有で止められていきます。ただ、デクレアラーディバイナーが効果発動できなくなったこと、効果無効になったことによって、あやめの双剣士特殊召喚することができます。ということで、あやめの双剣士を特殊召喚。で、さらにね、こいつね、デッキからマダンモンスターリクルートするんで、あやめっちの効果ですね。着地後にあやめっちが、
カスパールリクルートされてるんで、アイメッチの効果で2ドローすることができます。なので2ドローしていきます。とりあえず、ハカードの指名者で、なぜかウララを除外。で、かなりディスティニードローですね。一旦カスパールの効果でデスペラードサーチされていきます。で、ここ完全にプレミで、まあ、よくやるんですけど、皆さんはご注意ください。デクレアラーディバイナー、効果を使おうが、使うまいが、こいつは必ず、こちらのサラマングレイトアルミラージにしてください。なぜならこのカードの発動後、エクストラデッキからモンスター特殊召喚することはできませんし、ドラグマアルバスナイトを出した後もエクストラデッキから特殊召喚することもできません。で、効果を無効になった場合ですね、一応バロネス進んでますんで、バロネスをシンクロ召喚することもできます。あのね、アイメッチの効果で2ドローした時ね、もう気持ちいいと思って、その気持ちよさに任せてそのままドラグマータを発動しております。完全にね、バロネス出した方が強いんじゃよ。ということで、アルバスナイトを特殊召喚。で、さらにね、墓地のモンスター1体除外して、こちらの、マクシムストラグマですね。効果発動して、ヌトスとウィンドペガサスアッティングにした墓地に送っていきます。ヌトスの効果でカスパールを破壊。で、一旦ね、マクシムストラグマに取りに行きますけども、相手はデスペラードですね。相手自分の無限包囲を打ってるんですよね。自分の無限包囲を打った位置になぜかマダンデスペラードを発動して、はぜていきます。まあ、こっちも一回プレミしたしね、相手も一回プレミということで、まあ、イーブンでしょう。ということで、ラストはまたまたここ、相手は肉声してんのですね。こちらの反動は言うほど悪くないっていう感じです。まずはエクレシアちゃん召喚からサーチしていきますけども、そこはウララで止められていきます。ということで、何もやることがなくなりました。まあ、一旦殴っていきましょう。まあ、相手も事故ってますけども、こっちもそんなに、いい反動ではなくて、まあ、イーブンじゃないですかね。ということで、無限包囲セットしてエンド。相手はもう一枚セットしてエンドですね。で、こんなにガンクセテーマで発動してこないってことは、エルドリッチでもなくて、大体コアコアなんですよね。一旦デクレアラーデバイナー通常召喚から、アークデクレアラー墓地に送っていきます。そして2体のモンスターでシンクロ召喚。フルールドバロネス。エクレシアちゃんが存在する状態で、デクレアラーデバイナーの効果で、アークデクレアラー墓地に送ると、バロネスが出せるようになります。まあ結構ね、このパターンはレアです。そこなし落とし穴発動されていきますが、無効にしてたところで激流走ですね。まあね、トラップカード2枚をバロネス1枚に使わせたのはかなりでかい。ということで、ドラグマータを発動。相手は増殖する G ですね。ドラグマータの効果で、バスタードを墓地に送りつつ、ドラグマのアルバスナイトを儀式召喚。といったところは N ですね。で、バスタードの効果。フルドリスちゃんをサーチしていきます。まあ、セラの小悪魔が出てくるだろうから、そこに合わせてフルドリスを打っていきたいっていう感じですね。相手の通常召喚には無限包囲で対応していきたいです。相手は金剣発動からハカーナホール、ウララ、シェードブリガンダインですね。サーチするのはハカーナホール。これ墓穴ホールなの？いつもハカーナホールって呼んでるけど。墓穴ホールですね。失礼しました。ということで、アルバスナイトの効果を発動。ヌトスと相手のデスフェニ墓地に送ったところで相手サレンダーですね。まあ、おそらくですけども、デスフェニを墓地に送った瞬間に相手サレンダーしたんで、多分ね、フューデスがあったんですよ、あそこ。多分だけど。トップでフューデス引いたんかなと思うんですけどね、わかんないです。デッキレシピはこんな感じです。まあね、ちょっと重めの UR としては、デクレアラーディバイナーですね。ですけども、過去にね、こういったドライトの土着素悪さをしてるんで、皆さん大体3枚持ってるんじゃないかなとは思います。で、あとは各種手札誘発ですね。エフェクトベーラーだったり、増殖する G だったり。で、冬桜ちゃんですね。冬桜ちゃん、今、大デスペニ環境ではありますので、1枚刺しておくと、とりあえずデスペニを墓地に送れると、除外できるという効果があるので、まあ、刺しておくと便利かな。特にこういうね、ドラゴマみたいなテーマ。高校でまくり性能がそんなに高くなくて、で、先行でも別にそんなに強い制圧盤面が引けるわけでもない、ちょっとメタビ寄りのデッキみたいなのには、冬桜ちゃんはかなり相性がいいです。そして、ウララは2枚。で、あとは普通のドラゴマギミックですね。エクレシアちゃんが3枚。で、白役ちゃん2枚ですね。白役ちゃんは完全にアイメッチを出すためだけに存在しています。で、フルールドリスが2枚。で、マクシムスドラゴマが2枚。で、テトラドラゴマ1枚ですね。儀式ドラゴマを組むにあたって、ガンガン相手のエクストラデッキから墓地に送れるんで、共同数奇テトラドラゴマ、普通に出せるカードになっているので、まあ、1枚積んどくと便利かなと思いますけども、こいつ自己要因なんであんまり積みたくない気もします。まあ、正直、ちょっと趣味寄りではあるので、ぶっちゃけ積まない方が強いですね。んで、今回のコンセプトですね、ドラグマアルバスナイト、こちらは3積みした方がいいですね。まだね、ドラグマカブルとかいうね、ぶっ壊れ儀式魔法まだ来てないんで、まあ、全然壊れてないけど、あれ。カブルがない状態だと下準備使えないんでね、アルバスナイトは3積み、そして、こちらのドラグマータですね、こちらも3積みして、なるべく、アークデクレアに頼らずに、ハンドに引き込みたいなっていう構築にはなっています。で、あとはね、別に飛んでもいいカード多いんで、ゴードンは3枚積みしてもらいます。で、あとはぶっ壊れの点々の人ですね。これは本当に壊れています。なので制限カード。
で、妨害系ですよね。墓穴の示しだったり、無限保有だったりっていう感じですね。と、ドラゴンパニッシュメント。エクストラデッキからモンスターを特殊召喚するデッキではないんで、ドラゴンパニッシュメントはかなり相性がいいです。で、エクストラデッキなんですけども、こちらのサイフレームロードオメガ、こちらはですね、墓地に存在する場合、オメガ以外の自分または相手の墓地のカードを対象として、そのカードと墓地のこのカードをデッキに戻すということで、オメガと、こちらの使ってしまったバスタードを墓地に戻すこと、ボスじゃないわ、エクストラデッキに戻すことができるんで、自分のエクストラデッキで、ね、再利用することができるんで、オメガはマジで必須カードとなっております。で、ヌトスも本当だったら3枚欲しいけど持ってないんで2枚にしてますんで、みんな持ってる方は3枚積んでください。その場合はこちらのどうでもいいこのスカルワゴンとかいうのを抜きましょう。スカルガワゴンは墓地のカードを除外して、フィールドの魔法トラップカードを破壊ですね。で、スカルナイトはまあそこそこ便利ですね。墓地のカードを除外してフィールドのモンスターを対象にとって破壊するっていう効果ですね。なので、自分のターンに墓地に送るときはスカルナイト、相手のターンに墓地に送るときはヌトスっていう風にざっとしたね、使い分けをしておくと便利です。で、あとはアーデク3枚ですよね。デクレアラーディバイナーから墓地に送ってもいいですし、マクシムスドラグマの効果でアーデク2枚墓地に送って、ドラグマータとアルバスドラグマナイトサーチするっていう動きも取ることができます。で、デスフェニは、冬桜用ですね。完全にそのためだけに入ってます。こちらのバロネスもね。バロネスは出せないこともないんですけども、基本的には冬桜用に入ってます。さっきみたいに出せないことはないっていう感じですね。ほんと出せないことはない。と、あとは、こちらのウィンドペガサス、アッティグニスターのロイヤルですね。羨ましいでしょ。このカードがですね、フィールド墓地に存在する状態で、自分フィールドのカードが戦闘または相手の効果で破壊されたら、自身を除外して相手フィールドのカードを対象にとってデッキバウンスするっていう結構強い効果です。で、サラマングレイとアルミラージ。動画内で一回プレミがあったように、アルミラージはデクレアラディバイナー初動の場合は必ずリンク召喚してください。で、なぜなら、ドリスちゃん、フルドリスちゃんって基本的に相手の初動に当てたいカードじゃないですか。召喚権切った初動に対して当てたいカードではあるんですけども、エクストラデッキから特殊召喚されたモンスターがいないとドリスちゃん出てくることができないんですよね。んで、ドラグマの儀式モンスターがいたらこっちエクストラデッキからモンスター出せないんで、あいつが出る前にアルミラージ立てとく必要があって、でそうすることで相手の初動にしっかりフルドリスを当てていくっていう動きなんですけども、完全に動画内ではプレミしておりますので、皆さんはご注意してくださいっていう感じですね。まあね、儀式ドラグマ、今後の強化がね、確定してるんで、ドラグマアルバステイントでね。だし、ドラグマカブルも来るので、かなり強くなる予定ではありますので、皆さん今のうちに作っておいたらどうでしょうか。後から集めるとなるとね、結構だるいんで、このドラグマアルバスナイトに SR3 枚作らなきゃいけないから、この辺のだるさを今のうちに解消しておくことで、バトルオブカースの診断が来た時に、速やかに儀式ドラグマを作れるっていうことになるので、皆さん今のうちにぜひ作ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。